バスケットをぶつけたと思うか？彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、そうするのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい、そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが、ここから下ろしてくれ。彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。